こんにちは、片寄友がお送りするヤマラチマッタリマインクラフト撮影日は3月13日21時17分でございます。今回は、前回言ってたと思うんですけど、コメントがね、コメントの待機中に撮ってたんでね、前回、コメントが来たのでそちらの方やっていきたいと思います。これはね、俺の勘の良さが出たね。翡翠ランを今回使います。前回言ってたと思うんだけどね、ちょっと待とうか。鳥を殺したから買ったからだいぶ軽くはなってるとは思うんだけど、あんないっぱいいたからね。ただ逆に一気に殺しすぎて損傷に落ちてきないそうだけど、一回終了しとくわけだったかな。セーブしてタイトルにはもらったからね。一応説明していくと、失礼。はい、何の話してたっけ。一応説明すると、前回撮ったのは明後日分の動画が今日中に2本撮っておかないと間に合わないと思ったので撮りました。今日の分は明日の分の動画でも、明日帰ってきてから撮ってっていうんじゃね、撮ってってできないからね。帰ってきて多分寝てようか。Twitter の方開きっぱなしにしてたから出ちゃったね。出ちゃった。翡翠ランでライトブルーを作る。ライトブルーをこうする。前回言ってたやつね。花使ってたから多分使うんじゃないかなって思ってね。今回使われてもガラスにこうジェンガじゃない、砂利4個、レンガハーフ84個、2個と砂利が4個とレンガハーフ84個、84個あるから、あれどこだ、ここか。ハーフってどうやって使うんだっけ。いや違う違う、どうやって使う、何個できるんだっけ。84だから、とりあえずこんだけ5630306080 84だね。ってことはあと10個つけないんだね。あと4個。OK。6、80、90。OK。こういうのすんなりできたらかっこいいんだけどね。パパパパって言ってね。もどかしかったかな。ごめんね。もう一回説明するけど、前回撮ってて、今回撮ったのはっていうかね、1日で2つ撮ってるんだけどね。本当は1本だけ撮る予定だったんだけど、だから9時ぐらいに撮ればいいかなとか思ってたんだけどね。どこ行ってるんだい。あってね、よくよく考えたら今日の、前回撮った分が明日の動画で、帰ってきてから撮ってとかできないから、帰ってきてから編集とかならね、楽かなっていうんで、ね、そういう感じだからね。前回の分を編集してエンコードして、明日の分としてやって、明日仕事から帰ってきたらこれを編集すると、今回の動画はね、編集するという感じにするとね、すごく楽だなと思ってね。コメントがなかったら危なかった、ネタが切れちゃうとかだとかね。と今画像を出していると。拠点前の空中通路の下、緑色のガラスの横にスカイブルー1個で砂利を2個置く感じです。トントントンっていうね。
図的には合ってるね、虹色に並べるほぼ正解ですということで、やった。これは何かご褒美が出るのかな、正解したから。前回のね、ヒスイランを使うだろうであろうというその感感的なのとあれでね、正解したというダブルのあれで、ダブルビンゴ的なあれで、これは何かご褒美が期待できるんじゃないかな。いや俺にだよ、みんなにじゃなくて俺にだからね。さあ続いて職人地屋根、屋根です。これの上に置くのかな、上横バージョンの図が2つあるのでそれを参考にということかな。レンガハーフ 21個×2 計42個というわけで1回分けておこう。分けられない、分けられた。45、45にしておいて、計42個、21、あ、カカカチカチカチってやっちゃった。すごい朝でカチカチってやっちゃった。カチカチってたまになっちゃうんだね。右手、左手が、左手じゃない、人差し指を経験した。とりあえずこれを使っていくと、レンガハーフ両サイド一段下上段側に設置。今回はぐるっと一回りに囲わず屋根を下に伸ばす感じ。前回置いたレンガハーフとはくっつけな感じに置いてね。一旦上に行こうか。よいしょ。だから、まあ、ここで説明すると、トントントンって下に伸ばすっていうことでしょ。多分ね、横から見た図的には多分そうなってると思うんだ。うん、そうだね。で、レンガハーフ計21個、計42個を両サイドに置くって感じかな。両サイドにね。レンガ、ジャックさんあって、レンガあって、ハーフがあって、その一段下、一段下っていうか一段下の一段上一段下の一段上なんだ。はい、ここが一段下なんだけど、ここという、あ、危ない、そこで角にならないで、こういうことでいいのかな。図的には合ってると思われ、あ、合ってるね。OK。これを両サイドに22、ろれつもれんかった。ろれつも連打しちゃった。これを21個と、両サイドね。両サイド21個。はい。したら土を取って。落としておいて、ああ、うん、取りきたんです。一旦落としといてって思ったけど、やっぱ一旦取りに行こうと。こう砂利を取る手間的なのはあるけど、それによってね、火打ち石が出るから。あ、すいません。はい、よいしょ。映り切らない感じっていう雰囲気なんだけどね。うん、大丈夫、ちょうど入ったから。写真
スマホで PC の画面をスクリーンショットしてねスクリーンショットではないと、ある意味スクリーンショットだから、うん、よいしょ、画面をねスマホで撮ってカクンカクンパート2、あ、パート3来た。そんな連続で来る、あいつちょいってなったっけこういう感じかな。ほう、おしゃれ空間、どんどんおしゃれ度がアップしていってしまう。あんなビールを立ててしまった後に、さらに両サイドもう一段ずつ下げ、もう一段っていうか一段下げて上の段っていう感じね。6個余分だからね。あれ6個余分だったってことは最後1個作りすぎた。超重い、超重いから、いや一旦終了しようとしたけど、よいしょ、そこじゃない、ここ、うん、で画像をねスマホで撮ってるんだけどね、あれいって、あ、砂利に入った、砂利より落下スピードが速かったから砂利の中に入った、うん、ちょうどギリギリ入ったよ、うん、うん、その一言を言うのに時間かかりすぎてちょっと待って、一旦閉じます、マイクラ超重い。はい、ただいま、ロード中なんでちょっとじっとしておこうかね。うん、でね、うん、この間コメントで、うん、言ったかな、言ったと思うんだけど、あえてもう一回言うよ、うん、最近のトモさんの動画面白いですっていう、最近、最近最近は面白くてずっと笑いながら見てるっていうのをね、姫の方が言ってくれたんだけど、もうそれが嬉しくてしょうがない。もう、うん、もうそれが嬉しいから、もうこっちもにやけながらマイクラをやってるってよいしょ、まあ、お酒の力のせいかなってのも若干あるけどね。建築中は外そう、建物見えない上に挙動が怪しいんだ。で、これね、顔を置いていって屋根が完成する感じ。完成ではないかもしれない、まだ手を加えるかもしれないし、うん、とりあえず今回のコメントの内容としてはここまでです。レレレって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 いうね。よいしょ。よいしょ。あ、そっか。俺2本取ると集中力切れるんか。まさか。は、はぁ、おしゃれ、おしゃれ。はぁ、おしゃれ。長期を守ってる感が半端ない。職員時間、超ぴったりくっついてる。あそこぴったりくっついてるな。守ってくれてありがとう、支えてあげるよって言わんばかりに。屋根が木を守り、木が屋根を守るみたいな。ね、あれよね、この今のエアマルチプレイ状態だよね。うん。俺が動画を撮り、
そして俺が動画を撮って作ってそれを見つつちゃんと支えて、逆だこっちが俺か支えてくれてるんだもんね。支えてもらってるから俺が動画を作りながらも見つつちゃんと支えてもらってるみたいな、そういう感じ。いいね、超にやけるよね。それはね、それもにやけるしかないでしょ。これでにやけるなっていう方が無理だよ。うん、さあ一応確認しておこう。はいっと、うん、一応チェック終わりました。 OK です、終わりです。その部分ちょいとカットはしておくけどね。止まった。さて、前回言っていた通り、はしごではなくツタをあそこにつければ上に登れるのではないかという発想からツタをつけようとは思うんだけれども。高さあれば十分見渡せると思うんだ。ここに仮に屋根ができたとしてもね、こういう向きで屋根をつけるか、こういう向きで あれあんちの職員地に合わせてそういう向きで屋根をつけるか、こういう風にするか、いやこういう風にしちゃうとさ、こことここに部屋があるからさ、そこが狭まっちゃう。だからこういう風にすればね、あっちから下がるっていう風にすれば、うん、この辺は若干狭く感じるかもしれないけど、廊下だからいいでしょ。
では地震室だからさほどダメージを受けないと。というか寝室は寝室で別の屋根つけるし、うん、今思ったけど同じ量の屋根をつけるとこことここがおかしくなる。別におかしくならないんだけど、うん、分けた方がおしゃれかな。でどうすっかって思うじゃん。ちゃんと考えてあるよ。あの松の木を倒すので松の木をそのまま使ってやりにしよう。よっと、今はまあ作るものがあるにはあるけど、とはいえ多分途中で行き詰まるからさ、行き詰まった時に他のことをやろうにもイメージが湧かないとできないからさ、下に降りる瞬間ゾンビはクリーパーがいる可能性もある。それだけは避けて、はい、あ、時間来た、はい、よいしょ、落ちてない？行っていい？行っていいから。9本あるから。行くよ、もう。松の木とか、入れる場所ある？オーク、白樺、ダークオーク。白樺、松松。ウェイ。ウェイ。待ちたまえ、その戦争なんだ。
よいしょ。おっと、湿気。はい。松の木どこに植えようかね。景観の邪魔にならない程度に。ほう、見つけた。早かった。すっと見つかった。でも、ここしかないっていう。ここしかないっていう。ただ、ちょっと難しいな。松の木は、オークとか白川みたいに伸びないのかな。いや、とりあえず一本で。ここに一本伸ばす。ここに一本。普通の松の木を伸ばす。また、立派な松の木の方を伸ばしたかったけど。爪的に微妙だから右に落ちて左に落ちてしようか、あら、あれいいじゃん。若干あそこ黒いけど暗くなっちゃってるけどいいじゃない。ちょっと不思議な感じのアートなアートな感じになっていいんじゃない。クルンってなって、クルンってなって、テンパーかっていう。巨大な松の木はそうだな、あ、ちょうどいい。まるでそのためにあるから、ここに立てておこう。 OK。 で、じゃあ砂利をここに置いておく。よいしょ。ちょいちょいね、しっけって言って抜けてると思ったけど、あれね、編集でカットされてるけど、コメントがね、あ、そっか、ここの列じゃない。あ、でもそこの列でいいか。うん、ちょっとこの隙間はあれだけど、あれだけどこの列がいい。コメントでね、コメントでねってコメントが来たのかなと思って開いたらね、うん、普通に普通の会話だったりね撮影を邪魔していくスタイルっていう姫の方からいたコメント入ってて、編集頑張ってねって甘えん坊さんなんだからね。もうこういう時砂利便利だね。塞いじゃってもいいからね、後から取れるし。まあ降りていくんだけど、いいね。フェンスで囲おうか、どうするか。ガラスで植えるか、ガラスハーフじゃないね、ハースハースハースってなんだ、略しすぎだハーフガラスを略してハースね。普通に噛んだだけなんだけど、
ラスであそこ埋めるか、埋めるか。そしてこの33個あとステイ、今後の様子を見て松明にするかどうするかで、焼いてる間にと思いきやもう焼けてるから取る。経験値
なんか中心が暗いような気もするけど、気のせいか。よく持てる時計。うん、いいね。いい感じだ。OK。ちゃんと明かりを取り入れていくスタイル。一旦斜めに、こう、X にしてっていうのでもいいんだけど、マス目が真四角じゃないから、できないんだよね。からの階段をあそこに2マスあるからあそこにぶつけたみたいよね。うん、もしくは4マスの階段ダラララララでもいいし、どうしようか。2マスでいく、2マスでいくか。そうだね、2マスでいいんだ。階段自体は2マスで、手すり部分的なのが必要になってくるからね。一応登ってみよう。大体この辺かなってとこから今始めたけど、もう一段奥だったね。え？うん、やっぱもう一段奥だったね。あれ？いや、違う。もう一段奥だったりとかじゃない。まさかの一発正解で。この上に階段置いていけばいいからね。下り用の階段も欲しい。下り用の作ろうと思ったけど、いいや。まずは残り用の階段をこの上にセッティングして、間違いないようにこうやっておく。こっちも同じように2つ伸ばす。よいしょ。こうやって登っていくと楽だった。で、削っていくと OK。 よいしょ。で、ここを通る。というわけで今回はここまでになります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントなどある方は下のコメント欄もしくは ASK.FM までよろしくお願いいたします。以上、赤手すきどもがお送りいたしました。